はい、お疲れ様です。さあ今回ですね、まあ、無謀にも男子のプロゴルファーに挑戦を挑みたいと思います。まあ、この方はですね、もうレッスンには本当に定評があって、もう大人気の方が今回来てくれました。早速紹介したいと思います。この方でございます。菅原大地プロでございます。お願いします。お願いします。お願いします。菅原大地です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでございまして、はい、はい、プロゴルファーといってもですね、はい、私やっぱりティーチングプロという一応カテゴリーなので、プロゴルファーのカテゴリーに入ると、うん、私はプロの中では最下位のランキングになります。いや、そんなことはないですけども。いや、本当にそうなんですよ。そんな感じでハードル下げちゃうんですか今から。そうなんですよ。でもほら、レッスンはもう本当にもう大人気でしょ。おかげさまで本当にいろいろね、うん、YouTube で発信させてもらって、うん、たまたまバズったっていう。いや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 、はい、もう本当に分かりやすいよと。もうね、本当にゴルフチャンネルつけたらもうしょっちゅう出てまんねん、ほんまに。すいません、本当にねえ。そんな大地プロと対決ということでございまして、はいはい、今回はですね、こちら市原ゴルフクラブ市原コースを中コースをお借りしております。ありがとうございます。ありがとうございます。今回、ハーフの、まあ、ストロークプレーで、ストロークで、はい、はい、行かせてもらおうかなと思ってまして、はい、一応まあハンデということで、まあプロはこのフルバックから、はい、回っていただいて、僕はいつものように、白から回させていただきます。すいません。遠藤さんの YouTube、はい、チャンネル結構見ますけど、はい、ありがとうございます。普通にうまいっすよね。そんなことないっす。普通になんかもうパワープレイで回る時とかもね、 あたまにあるんですよ、はい、たまになんかハマったらそんな感じもあるんですけども、ここ最近は本当に45金度がもう必死のパッチの感じで今やってるんで、今回1番ホールから5番ホールまでは私の方のチャンネルでいきたいと思います。そして6789最後はこちらの方の大地プロの方のチャンネルでいきたいと思いますので、最後までよろしくお願いします。お願いします。ココリコ遠藤の変な形。1番ホール338ヤードのパー4でございます。でもね、刻んだら面白くないですもんね。まあ見てくださってる方がどう判断するか、そして私との対決もありますからね。はい、いきなりね、なんか刻むのはちょっとなんか置きに行くみたいで、ね、なんで。ちなみにドライバーは、これはですね、QI10 の LS。はい。僕もね、QI10 の、僕は MAX なんですよね。違いますね、顔が。ちょっと。僕のドライバーは大きいですね。まあ、いわゆるね、完成モーメントが一番大きい。うん、これね。僕もね、いろいろ試して、ちょっと2本持ってきたんですけど、はい、ノーマルと LS と。はい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 、ちょっと LS で行こうかなって。なるほど、はい。ストロークですもんね。ストロークです。一打一打大事ですよね。はい。よいしょ。ありがとうございます。カート道くらい。ちょっとね、バンカーがね、意外とある。ナイス。ありがとうございます。やっぱ違うな、プロはな。いやいやいや。305ヤードの。パー4です。結構ね、上げてますね。結構上げ、ここ来るとなんか今風をすごい感じる。ね、プロの時あんまり感じなかったけどな。まーす。ナイスシャー。おっしゃ、センター、センター行きましたね。 OK、 ありがとうございます。いや、やっぱりね、よし、雰囲気がありますよね。あぶねえ、あぶねえ。うまい人ちょっと歩きますか。なんかゴルフっすよね。じゃあエンド残り127ヤード上り見て9番でいきます。面を変えずにいきます。いい音。あー、ちょっと左か。ゴー。あー、距離はまあまあいいですね。悪くないとこじゃないですか、ね、そうですよね、はい、ちょっと思ったより左行きましたけど、93ヤード。いやー、こういうのね、難しいっすよね。93ヤードを48度で打ちたいと思います。あれ、あら、相当これはね、失敗です。プロ、はい、大丈夫ですか。あ、よくありますよこれよくあります。これよくある、はい、あ、よく、まあ、こっからでもこの距離のバンカーってやっぱ難しいなと俺も
思うんですけど、まあ、いわゆる朝一なんでちょっとね、うん、体がまだ、まあまさにね、固まってたっていう感じで、うん、いや本当にこれ朝一なんですよ、はい、来ていきなりやってるから俺たち本当に失敗しても、うん、なんか僕全然そんなやっぱいい時もあれば当然悪い時もあるんで、うん、もちろんね、動揺しないってことはすごい大事にしてるんですよ。あ、いいですね。まあそんなこともあるよねみたいな、うん、ゴルフはね、はい、ミスするスポーツですから。もう一回同じことし、まあ今のは相当ひどいですけどね。ちなみになかなか今のミスも出ないような85ヤード52度で、はい、うまい。ステイステイステイ、とりあえず。おー、止まった。ナイス、ありがとうございます。まあボギーで上がれたら、やっぱいい音がいいな。すいません、まあ、パターでいけそうです。ちょっと下ってんのかな。いやでも距離ぴったりですね。距離ぴったりでしたね。ちょっと下りのスライスだと思うんですけど、バーディー狙いに行くパットじゃないです。これはしっかりパーを。うまい。あー、垂れた。いやでも手堅くいいところに。そうですね、ナイスです。もうちょっと打ちたかったな。結構重そうでしたよね、遠藤さん。おお、結構伸びましたね。伸びましたね。おお、いやダボにしたくないっていうねもう本当に。そうですね、俺がちょっと次パーパットですからね。朝一ダボありますよこれ。うん、ナイス。危ない、ありがとうございます。ナイス。なんとかボギーでぜーぜー言いながらボギーで言いながらよし、これ入れてパーでワンストロークリードしておきたいですね。いきます。はい、ありがとうございます。よし、エンドパーです。よしよしよし、ナイスパーです。165ヤードのパー3です。右からちょっと風が来てる感じですかね。クラブ何番ですか。7番で行きたいと思います。うわー、ナイス。おー、あとは距離感。うわー、これ近いわ。おー、おー、ナイス。ありがとうございます。あー、ワンピンぐらいですかね。ワンピンちょっとぐらい。130ヤード9番アイアンでいきます。うん、あー、ちょっと当たり薄いですけど、ゴー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 。うわー、もう完全に今もう当たり薄かったもんね。58度で、ガッテン。すいません、こんな長いの入ってくれへんかな。うん、しっかり打った。わあ、めっちゃナイスタッチですこれ。よしよしよし、ありがとうございます。あんまりこう強く打っちゃうといけないラインですね。うわー惜しいな。ナイストライ、ありがとうございます。難しかったですね。お、あ、オッケーなしですもんね。オッケーなし。オッケーなしです。オッケーなしですよ。すごい適当にごめんなさい。ちょっと待って、え、ボギー？超適当にやっちゃいました、ね。さあ、ボギーパットです。ナイスボギー。よし、ありがとうございます。いやー、あれ？ボギーボギー？
プロ、ああいうことは、あ、まあまあ、あれあるよね。なんかもう、あれは、うん、あの、良くない、こう、癖というか、うん、あの、なんですか、入れる気なくて打ったやつみたいな、わかります、うんうんうん、あの、わかります。OK で、ポーンみたいな、うんうん、なんか、ただ、なんか、体が勝手に動いただけみたいな。ちょっと、ね、今のは僕の真剣味に欠けた。そうですね、よろしくない。ちょっと真剣にやってもらわないと、はい、もう今2ホール終わってまだ俺1打リードしてますからね。分かりました。よしよしよし、はい、3番ホールです。プロは382ヤードのパー4。はい、もうこれももうまっすぐの、まっすぐですね。ひたすらまっすぐです。うん、ナイスショー。ちょっと左だけど、あー、バンカー越えましたね。バンカー越えましたかね。バンカー越えてますね。さあ、私は335ヤードのパー4です。よいしょー、完璧です。バンカー入んなよ。わあ、風が意外と、あ、最後バンカー入ったっぽいね。93のフォロー。この G ってやつやっていきます。うまい。ダウンダウン。うわー、止まれ。いやー、止まって止まって止まって、一応乗りました。ありがとうございます。めっちゃいいラインで。ありがとうございます。80ヤードですね。80ヤードちょっと風フォローですね。風フォローっぽいですね。エッジから近いですからね、ピンが。距離感大事。あー、手前に入った。下がちょっと緩かったですか。ちょっとね、嫌だなと思いましたが。あ、じゃあ目打ちしていきましょうかね。目打ちをしましょう。目打ち出しておきましょう。25ヤード。うおー、ナイス。意外といっちゃう。ここのピンの位置はむずいな。ここは硬いんですね。風はアゲンスト。ちょっとしっかり打ちましょう。いきます。いやー、うまいっすよこれ。伸びろ。おー、ナイスです。できればちょっとカップは超えてほしかったですけど。ナイスタッチだと思います。うわー、惜しいなー。あ、完全ホールアウトですよ。完全ホールね。OK です。大丈夫です。はい、はい、ボギーでーす。エンドパーパット、ちょっと右に切れましたんでスライスすると思いますけども、左カップ。いやー、うそー、まっすぐでええんか。おいおいおい、もったいないな。いきます、ボギーパットです。いやー、ボギー、もったいない。優しいですね。優しいでしょ。優しいですね。そう、というわけで、ここまで3ホール見てもらいました。ちょっとね、すっとこどっこやりましたけども。はい、ありますね。ここまで現在私が1打、なんとリードしておりますんで、この後の続き、はい、4番ホール、5番ホールはまた引き続きこちらの方のチャンネルよろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いします。